FC 東京の DF 森重正人が自身の XQ ツイッターを更新。8月17日の J1 第27節、東京ベルディ戦で相手選手のシュートを頭部に受けて一時意識を失った中、検査も終わり問題ありませんでしたと回復を報告した。動画、暴力行為はダメ、と日本代表 OB 指摘。 相手選手の頭突きで一発退場先発出場した森重は後半35分、東京 V の FW 染めの五木きが放ったシュートを後頭部に受け、意識を失い倒れ込んだ。メディカルスタッフが駆けつけ、プレー続行不可能となり、脳震透ルールで DF 岡鉄平と交代に、担架に乗せられてロッカールームへと運ばれていった。その後、意識の回復が報告されていた中で、 森重は X を更新。検査も終わり問題ありませんでした心配をかけしましたと、無事に回復したことを明かし、両チームのファンサポーターの皆さん、声援ありがとうございましたベルディの選手、スタッフの方々、審判、チームメイト、スタッフ、救急、病院の方々、迅速に対応していただきありがとうございますすべての方々に感謝ですと、改めてお礼を綴った。